はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はタイでいろいろな音楽を聴いて楽しめる場所紹介したいと思います。今までずっと撮りためていた動画っていうのを、映像っていうのを放出したいと思います。具体的には数軒のクラブ、あとはミュージックバー、そしてチャオプラヤー側クルーズですね。それぞれプロフェッショナルないろいろなジャンルの音楽、タイミュージックっていうのが聞けるので、ぜひ今後またタイツアーっていうのは現在の混乱が落ち着いたら開催しますので楽しみにしていただければ。ちなみにこちらのニュースっていうのは最新のタイのニュースで、現地の友人から送られてきたんですが、現在はバンコクのクラブ、マッサージ店、パブなどなどが例の影響で一斉に閉鎖することになるようです。ご了承ください。まず最初の場所なんですけれども、ホテルのアンバサダーホテルバンコクから比較的近いクラブになります。まあ、西洋人の方、まあ、外人の人も比較的多い場所なんですが、こういったところが典型的な大きなクラブですね。最初のクラブはホテルからだいたい20分ぐらいのところなんですが、そこよりもさらにもう一回り大きなクラブ、こちらの方がもう一回り高級かなと。でも先ほどもこちらも非常に大きなホールでかなり楽しめる、セツさんと一緒に行きたいなと思ってる場所です。はい、一度ミュージックバーの映像に移ります。こちらはナナプラザのほど近くにあるミュージックバーで、こちらもライブをいつも8時ぐらいからやってるんですが、クラブよりも音量が小さかったりだとか、よりゆったりしているので、話しながら飲みながら音楽を聴くっていうのはこちらの場所の方がおすすめかなと思います。またクラブに戻るんですが、相当ローカルなクラブで、セツさんと行くことはないと思うんですが、まあ、結構ご覧いただけるように踊りもバラバラな、かなりローカルな、本当タイ人しかいなくて英語はもう全く通じないようなクラブっていうのも自分は行ったことがあります。ここもここで面白いかもしれないですね。はい、映像変わってこちらミュージックバーでもクラブでもないんですが、ちょっとした屋台村みたいなところがホテルの近くにあって、そこでもライブやってます。かなり開けた場所なので、もっともっと音楽のボリュームも小さくって、さらに話し込みながら一杯飲んだりだとか、あと日本食のラーメンとかも売ってるので、こちらもセツさんと行きたいなと思ってます。最後はお待ちかね、チャオプラヤー側クルーズです。船いろいろな種類があるんですけれども、この船が一番規模とすれば小さいものなんですね。ただ大きな船と比べてもビュッフェスタイルじゃなくて料理も全部運んでくださるので、こっちの方が人も少ないですし、落ち着いてクルージングできるんじゃないかなっていうふうに思います。私が頼んだのはシーフードなんですが、それとは別にタイフードを注文することっていうのもできます。二択ですね。でこんな感じで、はじめタイの民族音楽を楽器を使って奏でていただいた後、民族舞踊が見れて、2時間のクルージング1500バーツだいたい5000円ぐらいなんですが、その途中にですね、いろいろな寺院とかを川から眺めることができるので、生徒さんとタイツアーの締めくくりで行ったらいいんじゃないかなって思ってます。